東京都交通局5500系電車、軌道、東京都交通局5500系電車、東京都交通局5500型電車は、東京都交通局の路面電車車両である。営業運転開始当初は、防振防音電車と公式に呼ばれていたほか、ベースになったアメリカ合衆国の開発団体名から、PCC カーとも呼ばれた。太平洋戦争後の混乱期から、 復興期にかけての時期、首都東京市民の日常の足を担った東京都電では乗客の激増に対し新たに設計された6000系の大量生産に加え既存の3000.4000、4100.4200型といった木造車群の車体を6000型と純道系の設計で製作した反抗性車体に乗せ替える二代目3000.4000 型への交代化改造工事の推進によって対応していた。これらの新車、改造車は全国の機動事業者にそのデザインを模倣されるなど戦後日本の路面電車設計において一つの基盤となったものであった。だがその技術水準は1930年代のレベルまでようやく回復したに過ぎず世界的な目で見れば明らかに 時代遅れの設計を踏襲したものに過ぎなかった。日本がアメリカとの戦争を行っていた時期、アメリカではモータリゼーションによる自動車の台頭に危機感を覚えた電鉄経営者たちによって PCC カーと呼ばれる様々な新技術を採用した高性路面電車が開発され、1936年以降、全米各地の路面電車などに採用されていた。 本形式は、日本の電車技術の水準向上を目指し、その PCC カーの製造ライセンスを購入、当時のアメリカの最新技術を取り入れて製造した車両である。PCC カーの都電への導入については、当初、1953年、昭和28年初頭の段階ではアメリカで、PCC カーの用紙用機器を製造していた、ウェスティングハウスエレクトリック社 WH と、 ゼネラルエクトリック社 GE の2社で製造された機器を搭載した PCC カーを一両ずつ完成車として輸入する計画であった。だが、当時日本の工業界の復興状況を調査に訪れたアメリカ人技術者から PCC カー国産は可能であるとの助言を得られたため、この計画を主導していた東京都交通局交通技術研究所は 計画を変更してその国産化を決断した。こうして、東京都交通局を中心に、同局へ製品を納入していた、車両、機器メーカー各社、それに、PCC カーに、重大な関心を抱いていた、運輸省も参加して、PCC カーの国産化のための委員会が結成され、当時、PCC カー関連技術のライセンス供与を、行っていた、 アメリカのトランジットリサーチ校 TRC 社 PCC カー開発委員会の更新と日本国内の車両、機器メーカー各社との間で技術ライセンス経営が締結されることとなった。この PCC カーの国産化計画においては委員会メンバーに戦前より WH 社のライセンシーであった三菱電機が参加していたこともあり WH 社仕様の機器を搭載する車両を 日本国内で製造することとされた。こうして、交通技術研究所主導で、PCC カーの正規ライセンス契約に基づく、国産化計画が推進されていたのと、同時期に、これとは別に、東京都交通局内で、都電車両運用の実務を担っていた、車両課でも、PCC カーに相当する防音台車と無双化、駆動装置の研究が行われていた。どうかは、 研究成果である試作機器の機能を確認するため、テストベッドとなる車両の製造を、自らの予算裁量権の枠内で行うことした。そこで、1952年度予算で50両の製造が計画、承認されていた6000系最終号車、6291のための製造予算を流用して、三菱電機製の電装品、住友金属工業製の台車、 日本車両製造東京支店、わらび工場製の車体という構成で、各メーカーに一両分の機器と車体を発注した。だが、交通技術研究所の PCC カー、国産化計画は、当時の日本で一般に用いられていた、電鉄技術とはあまりに隔絶した、高度技術の産物である、PCC カー用機器のライセンス生産に手間取り、対する車両化による6000系ベースの試作車も、 転送品と台車は早期に完成していたにもかかわらず、車体の製作が遅延するという状況に陥り、いずれも車両としての完成、収益開始が当初の計画よ、大きく遅れる見通しとなった。これは、東京都交通局自身の広報活動により、画期的な新型電車の投入が事前に告知されて、都民の期待が高まっていた中での遅延であり、 1953年度内に新型車が投入できないことは都民の失望を招く判断された。そこで東京都交通局は PCC カー国産会委員会のメンバーであった何は後期に国産 PCC カー用車体と同様式の車体を1両分別途製造させ、これに車体待ちであった車両化の試作車用機器を組み合わせることで 以下の通り1953年中の新型車投入を実施した。同社は本形式で最初に竣工したが、正規の国産 PCC カーの製造が進められる中で暫定的に先行完成した車両であったことから、トップナンバーを正規の PCC カーへ譲って5502と不満されている。本社は都電発、日本でも国鉄規範44000系。 1952年、直角、カルダン、東武鉄道も、は5720系。1953年3月、直角、カルダン、京阪電気鉄道1800型。1953年7月、中空軸並行カルダン及び、WN ライブに次いで4形式目のカルダン駆動車で、ある。この5 5 0 2人に遅れること約、半年、ようやく国産。 PCC カーが完成した。本形式は、形式全体で、PCC カーと呼ばれることもあり、さらに同時代の高性能車は、大阪市電3001系、通称、無音電車や名古屋市電1820系、土砂電鉄500系、都電6000型と同様の車体を持った、純粋高性能車などの路面電車のみならず、極端な場合、 京阪1800系などの高速電車に至るまで PCC カーと呼ばれることすらあったが、日本国内における純正 PCC カーはこの5 5 0 1のみである。しかし、5 5 0 1はその先進的な危機がたたって、故障が多く、また足踏みペダル操作など特殊な操作方法を求められたために乗務員からも不評を買った。そのため、本形式のゾ備車は、 PCC カーのライセンスを使用せず、5502を改良したものとすることとなり、以下の5両が製造された。東京都としては、初の全金属製車体を備える。側面は、窓状に補強体の露出しない、ノーヘッダー構造であるが、開閉可能な側窓と中央の戸袋窓の下には、ごく細いリブが帯状に形成されている。 車体寸法は5501.5502が全長 14300mm、全幅 2440mm で、増備車である5503から5507では全長 14360mm、全幅 2436mm と若干細長くなっている。また、前後については台車の相違もあり、 5501が 3874mm、5502以降が 3861mm となっている。なお、5503から5 5 0 7の全長は、都電最長5501.5502の全幅は5000型と同一で、本形式が6000型に続く7000型ではなく、5500型と不番される根拠となった。窓配置は、 東京都電として初採用となった左右非対称構成で 1D51D311D 客用扉1戸袋窓で右端の1枚は1枚加工窓左端の戸袋窓は1枚固定窓中央の戸袋窓は上下段ともに H ゴム指示による固定窓となっておりそれらを除く側窓はすべて上段が H ゴム指示の固定窓下段が 上昇式のスチールサッシとなっている。なお、開閉可能な二段窓については55002以降は、ほぼほぼ一本下段に取り付けているが、5501に、限ってはこれを省略している。扉幅はいずれも1000ミリメートル、中央が細窓2枚を並べた片引き戸、運転台脇が2枚連接引き戸である。5503以降の5両については、側窓寸法が拡大され、 若干ながら警戒感が増したデザインとなっている。本形式は、つま面デザインについて、PCC カーのそれを模して、後退角のついた2枚窓構成の流線型としており、前小灯は、総下中央に一頭白熱電球を備え、微灯はつま面向かって、左下に上下二段角型の灯具に目で設置している。方向膜は、従来よりも、格段に大型のものを、 窓状に設置し、つまめんの微灯と反対側に取り付けられた系統表示板は、裏から電灯で照らす暗闘式を採用して、夜間の死人を容易にしていい。また、窓の上辺を幕板より、若干奥で接するようにして、小型のひさしを設け、窓上辺に蝶蓄を取り付けて、下辺を前に押し出すことで開閉、通気可能としている。座席は、 ロングシートで蛍光灯照明を採用し、都言従来車と比較して、灯数を多くしている。通風は構え体の屋根状に、通風屋根を乗せ、その側面に設けられたルーバーを経由して行い、車内の換気は、屋根間に等間隔に3機搭載された、ファンデリアによって行う。また、マイク式の放送装置を都電として初採用している。なお、正規の PCC カーに準じた。 インサイドフレーム構造の台車を装着する5501では、車体側面の台車部分を開口せず、すべてスカートで隠した、すっきりしたデザインが採用された。これに対し、一般的なアウトサイドフレーム構造の台車を装着する5502.5503から5507では、軸箱や、側張り、それに揺れ枕などの干渉を避ける必要があり。 台車周辺のスカートをカットして、台車枠を露出させた一般的なデザインとしている。塗装は、キャピタルクリームを基本とし、エンジン色の細体を創価に回している。常実の通り、PCC カーのライセンスに基づいて製造された5501とアメリカの技術に由来するとハイエ独自開発であった5502、それに量産車である5503から5507の、 三グループでそれぞれ異なった機を搭載している。なお、特許の制約から5 5 0 1については一部にアメリカ製の部品を採用している。三菱電機が WH 社からのライセンスに基づき製造した直流直巻製粒子電動機を4基礎化する。各グループの搭載電動機の所元と駆動方式、波数比は以下の通り。 量産車に当たる5503から5507では5502の基本構成を踏襲したが、課題と判断された、主電動機の1時間定格出力は、約75%に引き下げられている。5501は PCC カーの標準であった99段の超多段式ドラム型制御機、アクセラレーターを搭載しており、 これを運転台の足踏みペダル式主管制御器で操作する。右からアクセラレーター、加速、ブレーキ、制動、デッドマンの各ペダルが取り付けられ、自動車と同様に右足で AB、アクセル、ブレーキペダルを操作する。左足は常にデッドマンペダルを踏んでおり、動力が弱まると非常ブレーキが作動する。この装置の関係で5501のみは、 制御電源電圧がアメリカの電車で一般的であった直流 32V となっている。5500人以降は三菱電機製の AB 単位スイッチ式制御機が搭載されており、主管制御機も手でハンドルを操作する一般的な縦軸式マスコンを搭載する。こちらの制御電源電圧は日本標準の直流 100V である。いずれも 運転台に設置されたマスコンからの指示に従い、主電動機電流量の低下を監視する、リミッタリレー、電流リレーの働きで、床下の主制御機が、自動的に、マスコンの指示段数まで、診断てゆく、関節自動制御方式、自動加速制御を採用している。主電動機は、同一台車内の2機を永久直列接続としたに、軍を永久並列接続とし、抵抗の挿入。 切り離しによる電圧制御のみで加速を制御する。五千五百一は TRC 社が設計した PCC カー用標準台車である p 三型を基本としつつ千三百七十二ミリメートル機関対応とした住友金属工業 f s 五百一を装着する。この台車は軸バネに防振ゴム板を使用し、軸箱や台車の縄ハリを左右の車輪管に置いて、 車輪を露出させる、インサイドフレーム、内側大枠構成を採用している。なお、大車枠は、オリジナルの B-3 型では一般に、トランサムを含め交換の溶接組み立てが多用されたが、FS501 では、住友金属工業が得意とした一体、中高生大車枠が採用されている。これに対し、5502には、 住友金属工業が得意とした一体中高性で一般的なアウトサイドフレーム、外側大枠構成の軸羽台車である FS351、東京都交通局形式 D-19 が装着され、5503以降についてもこれを紹介料した住友金属工業 FS353 を装着している。なお、いずれの車両も 車輪を直接車軸に圧入せず、車軸に取り付けられたディスクと車輪の間に、防振ゴムを挟んで、ボルトで締結する、弾性車輪を使用している。5501については、PCC カーのライセンスに従って製造されたため、制御機による発電ブレーキに加え、ドラムブレーキと非常用のレール圧着ブレーキ、電磁吸着ブレーキを搭載する。これに対し、 5500に以降については発電ブレーキを常用、非常用として搭載するものの、駆動装置の相違もあって従来通り車輪の踏み面ブレーキを基礎ブレーキ装置とする SM-3 直通ブレーキを搭載、これを併用する。春工当初は全車とも必死枠パンタグラフを搭載した。これら7両は、同じく試作機器を搭載する6500系6501。 および7000系7020とともに、機器の特殊性から芝浦にあった、交通局車両工場に、最も近い三田車庫に配置され、しかも都内有数の繁華街である銀座を経由する位置、系統、品川駅前三田銀座4丁目日本橋、須田町上野駅前限定で運用された。正規の PCC カーである5501においては、高額の特許、 ライセンス使用量がアネックとなって、偽装図面を購入しなかったことにより、制御期限流リレーの不確実動作が頻発したほか、主電動機、機器室への冷却風量不足などが問題となった。台車も製造ミスによるビビリ振動が発生するなど、トラブルが当初頻発した。これらのトラブルは、日本国内の他社局に純正、PCC カーの製造を断念させる一因となった。また、 5501のペダル式マスコンによる立行、制度操作は、この方式を採用するのが、同社のみであったために習熟する機会が少なかったことなどから乗務員に嫌われ、1960年に車両工場で通常の縦軸マスコンに改造された。本形式の終電装置は、当初被守枠パンタグラフだったが、5503は、 心臓駒もない1956年3月に Z パンタグラフへ乾燥、その後1958年6月以降5503を含む全車がビューゲルに乾燥された。なお、打形式が黄色に赤帯の塗色に変更された時期に本形式についても同色に変更されている。本形式は製造後12年から14年の間、 東京都電の看板電車として運用されたが、1967年12月の第一次都電本格撤去に伴う一系統廃止の際、特殊な機器を備え運転も保守も共に難しく、また車体が大きく他車庫、他系統への転用が難しかったことから、車体寸法面で運用可能系統の制約はないものの、本形式と同様の事情で運転、保守に、 何のある6501.7020とともに廃車された。その後、トップナンバーである5501については1、系統ゆかりの地である上野公園にて保存展示の措置が取られたが、それ以外はすべて三田車庫で解体処分された。こうして保存された5501であったが、上野公園では、 野外で屋根を設けず展示され、しかも塗装の塗り替えなどのメンテナンスも満足に行われなかったため、時が経つにつれて後輩が進んだ。そのため、1989年に荒川電車営業所に移送され、1991年に一度修復を行った。しかし、それからも歳月が経過し、近年は倉庫代わりとなって釣り手などの部品を愛好者向けに売却。 荒川車庫の片隅に雨ざらしで放置され、車体が相当に腐食していたが、東京都交通局では再度修復の上、荒川車庫内に専用スペースを設けて、生体保存することとなった。これに伴い、荒川車庫から2007年3月中に搬送され、車体を修復の上、同年4月に荒川車庫隣の展示予定スペースに搬入、5月26日より、 当初の都電思い出広場にてギャラリーを兼ねた形で750系7504号と共に土日曜日、祝日、振替休日のみ公開している。ギャラリーとして使用することから、車内は運転台の片方を残して座席などは全て撤去されているが、残された運転台については登場当時のペダル式に復元されている。また、来場者のために、 運転台の隠し機器の名前を記した案内版昭和30年代の東京の風景のジオラマ懐かしの都電の乗車券類の展示やビデオ上映家庭用エアコンが設置されている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください